皆さんこんにちは、証券ママです。今日はしその実味噌を作ります。ご飯に最高に合います。プチプチ食感と爽やかさがとっても美味しいです。しその実がありましたらぜひご覧になって作ってみてください。それでは材料です。まずしその実ですね。しその実のね、このあのね、収穫時期はですね、こうやってあのお花がですね、こう上に少しこう残ってるぐらいの状態ですね。こんな感じで少しお花がね、こう一個二個ついている感じ、このぐらいの状態が一番実も硬くなりすぎず、あの美味しいと思います。ちょっとね、あのもうお花が終わっちゃって硬くなってしまった実でもできます。その場合は少しね、茹でる時間をちょっと長めにすれば大丈夫です。それから調味料の方です。みりん、お酒、お砂糖、お味噌です。これは後でですね、このしその実を取ってからちょっと重さをね測ってから、こちらの分量は決めていきます。材料は以上です。はい、それではね、今ね、このしその実、これざっとね洗ってきました。そしたらこれをね、実を取っていきます。これね、結構ね、しその実これアクがあるので、こういった手袋をね、あのしてやらないと手がこれ真っ黒になってしまうので、はい、しその実をまず取っていきます。こういったね、あのしそのまだ葉がねこうついていますが、こういうものをちょっと取りながらねやってください。しその実はね、あのね、こちらの穂先の方から取った方が取りやすいんですけれども、ちょっと切れやすいので、穂先から 1,2 センチのところをこうやって指でしごいて、こうやって実を取ります。はい。で、穂先の方はちょっとね、また逆にこうやってやるといいです。はい。そしたらこれ全部やっていきますね。はい、じゃあね、これちょっと手間なんですかね、ここが一番大変なところで、あとはね簡単ですので、じゃあ全部実を取っていきます。はい、こんな感じにね、実を全部取りました。そしたらね、少し黒いものとかこう軸が入ってたりするので、こういうものね、ちょっと今日私ピンセットがあったのでピンセットで取りますが、ここでね一度ね見て、目で見て気になるものはこれ取り除いてください。そしたらこれをお水で少しねアク抜きしていきます。はい、お水をねこれにもたっぷり入れます。これしその実ってやはりこう細かかったりするのがあるので、ザルはね、あのこれ一度こうザルで洗ってもいいんですが、網目を通してしまうので、なるべくね細かい網目のねザルでねこの水を切るようにしてください。はい、こんな感じで1時間ほどねこうやって置いてアクを抜いておきます。それから途中でね2回ほどこれお水変えてください。はい、それではね1時間水につけました。そして途中2回ほどねお水を変えました。そしたらこれをザルにあげて、そしてさらにこう洗ってきます。そしてですね、これあのしその実結構小さいので、網目の小さいね、うちはすごく網目の小さいこうザルがなかったので、こんな感じのね、これがまあ一番うちでは網目が小さいんです。こんなものにあげてさっと洗ってきて水気を切ってください。じゃあ洗ってきます。はい、このようにね、お水でさっと洗ってザルにあげてきました。これちょっと目が小さいねザルだったのでね、あまりこう抜けなくてよかったです。そしたらこれをさっと茹でるというか湯通ししていきます。なのでお鍋にお湯を沸かしておいてください。はい、お鍋にね お湯をですね、だいたい1リットルぐらいね沸騰させます。そしたら色をきれいに仕上げたいので、お塩を小さじ1入れます。はい、そして今の水気を切ったしその実を入れます。はい、そしてもう一瞬でいいです。はい、こんな感じでもう湯通しの感じですね。はい、もういいです。そしたら火を止めてザルにあげてお水で洗ってきます。はい、それではね、ザルにあげて流水でよくねこう洗って冷やしてきました。そしてちょっとねこうあの水切っといてもいいんですがね、
ちょっと切れてからのがいいと思うんですが、これをしっかりね、これ手で絞っていきます。そして重さを測ります。こうやって測りにね、測りを置いていただいて、はい、はい、そして手で絞ってもいいんですけれども、こういった今日はね、こう不織布のね、の布巾、私は最近これをよく使うんですけれども、キッチンペーパーでもいいです。これでね、シソの実をしっかり絞っていきます。ちょっと半分ずつぐらいにしましょうか。はい、そしてね、重さをここで一度測ります。はい、だいたいね、 50g、 47g ありましたね。だいたいでいいです。そしたらこれで調味料の方をね、これ決めていきます。はい、じゃあね、まずお味噌ですね。お味噌がだいたいこの量ですと大さじ4から5ですね。ちょっと大さじ4で今日はやってきます。そしたらこれにお酒は大さじ1入れます。はい、それからみりんは大さじ2入れます。それからお砂糖なんですが、これほんと好みなので、甘めがいい方はね、少し増やしたり、これもうお砂糖ね、なくてもいいんですけれども、私は今日大さじね1入れます。大さじ1からまあ小さじ2ぐらいとか小さじ1でもいいです。私はちょっと甘めで大さじ1ほど入れます。はい、そしてこれをね、混ぜておきます。はい、そしたらね、お味噌に火を入れていきます。はい、それではね、フライパンに今のお味噌を全部入れてしまいます。はい、はい、そしたら火をつけます。はい、そしてね、あまりね、強火でやらない方がいいです。弱火の強めぐらいで、こうやってお味噌をね、これ少し、これアルコールも、お酒とかみりんも入っているので、アルコールも飛びますし、これを少し煮詰めていきます。はい、こんな感じに沸騰してきたらね、これこうやって混ぜながら、お好みの硬さになるまで煮詰めていきます。お味噌はね、これこれ後でこれ冷蔵庫に入れるので、冷蔵庫に入れると固めになるので、あまりね、固くというかね、煮詰めすぎてしまうと固いお味噌になってしまうので、緩めでもね、固めに固くなるので大丈夫です。はい、もうこんな感じでね、いいと思います。はい、はい、そしたら火を止めます。はい、そして先ほどね、これ絞っておいたこれしその実ですね、これを火を止めてから入れます。火を止めて入れます。そして混ぜます。今日はね、しその実これたっぷりでね、とってもね、香り高いこれお味噌になります。そして混ぜますね。はい、はい、こんな感じで混ざりました。これでね、もう出来上がりになります。あとこれもう冷ましてね、いただければもういただけます。じゃあね、冷めるまでこうやって置いておきます。はい、こんな風に出来上がりました。これでしその実味噌の出来上がりです。とってもね、色もね、この緑の色がね、こうくすんでなくて綺麗で美味しそうです。はい、じゃあね、今日はね、やはり定番のご飯にね、乗せてみました。じゃあいただいてみますね。はい、こんな感じです。はい、うん、しその実のプチプチ感がとっても食感が良くて美味しいです。それからですね、この残った分は
煮沸などした清潔なこういった瓶に入れていただいて、冷蔵庫で保存していただくと大体1週間から10日は大丈夫です。その代わり綺麗なね、あのスプーンとかで取り分けてください。それ以上持たせたい時には小分けにして冷凍していただくと1ヶ月ぐらいは大丈夫ですので、自然解凍でいただいてみてください。とってもね、これあの定番のこの白いご飯にもとっても合いますし、あと冷ややっこにのせたり、あと和え物なんかにねしても美味しいと思います。ぜひね、今シソの実が取れる時期ですので、ぜひね、あのこんな感じでお味噌作ってみてください。それから今日のシソの実は結構穂先にまだお花がついている、1個2個お花がついているわかめのね、あの実を使ったのでさっと湯がいただけですが、もう少しね実が大きくなってお花が終わってしまったものの場合は、茹で時間をもう少し長めにね茹でていただくと美味しくいただけると思います。とっても美味しくできました。ごちそうさまでした。最後までご覧いただきありがとうございました。他にもシソの実の醤油漬けや佃煮、塩漬けなどのレシピの動画もありますので、よろしければ概要欄に貼っておくので、合わせてご覧いただけたら嬉しいです。それでは皆様、また次の動画でお会いしましょう。しょうけんママでした。